春に思いの丈を告げたためとも。しかし春は悪名高き地頭に見初められさらわれてしまう。一人春を救わんと急ぐためともであった。こんなこと美しか。春と申すそうだな。わしのそばめにならんね。お断りいたします。お前うちに源のためと持ち男がおろ。ああ男は京の都で牢石ば働いてこの地に流されてきたそうたい。場合によっちゃ打ち取れってお沙汰の出とる。そんな八郎様は男目が浮くことことは何もしとうさなかです。そればきもっとはこの明日い。いやお前と言うてもよか。サムラ君はこっち来んな。こら、八郎様。あいちょないか。私は大丈夫ばって。八郎様こそ大怪我ば。何やらよくわからんが、着物の中に器なんぞが入っておったな。命拾いしたわ。まああと肝要なのは春の作ってくれる握り飯だな。あなたという人はもう。来てくれたのか。さて帰ろう。はい。父様、こんなごて言ってしまうとですか。地頭を手にかけたのだ。ここにいてはそなたらに迷惑がかかる。世話になったな。